皆さん、こんにちは、こんばんは、井上雅宏です。今日なんですけれども、ピンクの特撮のロケで深夜の小学校に来ております。廃校になった小学校でございます。ここですね、めちゃくちゃ怖いんですけれども、ちょっと中を見学していこうと思います。でですね、今日は何をやりたいかというと、 GG チャンネルの編集をやっている佐藤大輔、彼ね、めちゃくちゃビビリなんですよ。さっきもね、ガがいたんですけど、そのガに怯えてうわーみたいな感じになってるんで、この夜の小学校というロケーションを使って大輔を呼び出して、2階にね、いい感じの人造模型みたいなのがあるんですよ。人体模型か、人体模型の前まで行ったところで、ちょっとね、そこから人がバーン出てきて脅かした時の大輔の表情を撮っていきたいなと思います。やばくないですかこれ。なんかさ、変な白いの飛んでるし、ほら、なんかめちゃくちゃ雰囲気ないですかこれ。すごい雰囲気ありますよね。すごく怖いですね。はい、これ夜の学校って感じですね。でですね、ここ2階上がると、ほら見て、この足音とかも怖いでしょ。水道とかね、なんかこうガラスとかなんか映ってそうですよね。で、ここです、この部屋で、ほら見て、もう超怖いでしょこれ。で、ほらめちゃくちゃ怖いです。ここで脅かしていきたいなと思います。ここの裏に隠れられるんじゃない、この裏にちょっと誰かに隠れてもらってやっていきたいなと思います。おお、大輔、もうすぐ現場終わるね。頑張りますね。ね、ちょっと後でさ、はい、メンバーシップの企画取りたいから、はい、ちょっと後でちょっと付き合ってよ。了解。はい。はい、ということで、仮面ライダーナイトの松田さんに来ていただきました。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はちょっとですね、お願いがあって、うん、今から大輔にドッキリを仕掛けようと。大輔を呼び出しまして、メンバーシップの撮影だっつって、うん、人体模型の前まで行って頭をなでなでするっていう感じで、どうなんだ、あ、こっちですね。ちょっとですね、めちゃくちゃ暗いんですけど、めちゃくちゃ怖い、はい、ここにあります。怖っ。はい、でここで、うん、ちょっと、大輔呼び出すんで、うん、ちょっとしばらくじゃこの後ろからこうめっちゃくちゃ驚かしてほしいっていう。後ろに隠れてんのも怖いと。そうですね。後ろ。そうですね。あ、いいっすね。最高っすね。はいはいはい。すいません、よろしくお願いします。待つのも怖いけど。GG チャンネル。ということで、大輔、本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日さ、ここさ、せっかく夜の小学校に行けるじゃん。はい。でさ、上に人体模型がある。はい。大輔さん、結構怖がりじゃん。その人体模型をちょっとこう、なでなでして帰るみたいな感じで。なるほど。今日メンバーシップ向きに、撮れればなと思います。はい。ということで、もう撮影をね、もうバラシになるんで、はい、急いで2階の方に向かいたいと思います。行ってみましょう。俺も大人ですからね。でも結構、いや、マジで2階マジで怖いから。そんなビビらないですよ。いや、マジで怖い。いやいや、マジで怖いから、俺ここね。一応、今回、ここ管理責任者としてこの撮影現場にいるわけですから。いや、でもさ、すごいさ、雰囲気ある、小学校で、ここ。確かに、ね。しかもね、寒さがね、怖さを引き立ててる。そうなんだよ。見てよ。怖いよ、この。俺、風邪ひいてるとか見たことないの。やばくない？ほら、何？大輔。まあそんなね、驚かしもね、まあ、あるかもしれないけど、でもこことかもなんかすごいよね、なんか山盛りバケット雰囲気ね。こういうね、逆にカーテンだけあるのが怖いですね。すんません、すいません、いない、失礼しよう、違う、なになに、何もいない。じゃあとりあえずね、もうそんなに長くやってもあれなんで、はい、とりあえず本当にあそこの、まあ、理科室みたいな感じなんで、はい、そこが雰囲気あるんで。なるほど、はい、ほら結構ここがね雰囲気あるんですよ。あれ、ここ何
なんかさ、見て視力検査とかあるの、まず。これやばくない？ほらなんかでこれ問題の人体模型これ。これ全然怖くないじゃん。人体模型全然怖くないですね。あ、これは大丈夫なんだ大輔。これ大丈夫です。じゃあなでなでしていきましょうか。何をやってんの？あ、なんかさ、ちょっと芝居やってよ、人体模型。人体模型と芝居やってよ、なんか。人体模型と芝居？うん。いや、なんか取れ高少ないじゃん。取れ高少ない？うん。お前大学行くんだって。いや大成功ですね。大成功ですね。スリッパが全部飛んでた。大輔の。大輔の。いやー。こんなにハマったドッキリ初めて。俺も今なんかもう気づいたらなんかスリッパが宙を持ってた。いやもうね、心よく松田さんがあのご協力していただいたらずーっとここで待っててくれる。待ってても怖かった。ずーっとこうやって待ってここ撮影3日間続きますけれども、ね、あのまたちょっといつでも大輔ドッキリできるようにちょっとこちら準備しとくんで。もう引っ張らないもう下げますよ、ね、はい、いや面白かった。じゃあすいません、じゃあ今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。